この世界に相馬はもういない。その現実を受け入れるためにあとどれくらい時間が必要なんだろう。学校に通って友達を作ってそんな普通の生活をあとどれくらい過ごせばいいんだろう。ロストを目指す私とそれを阻む組織、あの戦いにはたくさんの人たちが巻き込まれてしまった。犠牲になった人たちも少なくなかった。弟と戦った時点でそれは嫌というほど分かっていて、でもだからこそ立ち止まるわけにはいかなかった。ロストへ向かって進み続けるしかなかった。たとえその先に待っている運命が相馬との戦い以上に過酷なものだったとしても。自分を犠牲にしてまでロストを目指すなんて、ここまでバカな奴らだとは思わなかった。私の番、か。仕方ないわ。戦うしかなさそうね。バカみたい。ほんと、バカみたいな話。こりゃ頭が割れるように痛え。目的を見失わないで。ロストの中心部を目指すのよ。そこにお父さんがいるはずなの。絶対にたどり着くんだから。楽勝だな。強い敵の予感がする。多分向こう側の存在よ。なんだって。迎撃。簡単だったね。来る向こう側の存在よ。気をつけて。今までにないくらいあいつは強力よ。引き返すのよ。行け。攻撃。あなたの夢に。消え去りなさい。まだ弾は残っている。発射。やっ、見なさい。迎撃。それ、この思い届けたいです。こんなもの。いけ。攻撃。エネルギー充電完了。勝った。先を急ごう。さすが強いのね。でももういいでしょ。私たちの邪魔をするのはやめてくれないかしら。そんなわけにはいかない。いい子だからよく考えなさいよ。このまま先に進んでどうなるっていうの？たとえあなたたちの世界が救われても。悪いが、今更何を言われようと、俺たちは進むさ。だから頼む。道を開けてくれ。あなたたち、本当にバカよ。
タクヤ、どこまでたどり着いたかしら。無事だといいけど。最後に取得した座標を見る限り、着実にロストに近づいてる。敵も強くなっているはず。大丈夫だといいんだけど。あの女は去ったか？いいえ、気配は消えてない。弟のように進化してやってくるかもしれない。ここまで来ちまったら、もう引き返すっていう選択肢はねえな。ええ、お父さんのところにたどり着かなきゃ。行け。迎撃。それ。勝てた。ねえ、タクヤ、まだ大丈夫。まっすぐ前に進める。ああ、そこまでじゃねえな。とんでもなく頭が痛いことだけは確かだ。やっ、攻撃いくよ。はっ、勝った。集中するのよ。次の敵が来るわ。やっ、迎撃行くよ。やっ、あなたのことを応援しなさい。勝った。さあ、先を急ぎましょう。そろそろ諦めろ、ノア計画。魂転移の準備は着々と進んでいる。誰だお前は。まさか向こう側の。いい加減理解したらどうだ。思考、人間の脳は量子計算で成り立っている。量子計算である以上、平行世界からの干渉を受けることはいわば必然だ。まだだ。ロストをこれ以上広げさえしなければ。それも、いつまで続くかな？お前が頼りにしている二人もまた、記憶を失いつつあるのだぞ。頭が痛え。これが、噂に聞く波動性物質か。やっぱり知ってたんだね。性同一性障害を患い、やがて記憶が消え、自我が崩壊していった。行け。迎撃。それ。
行け。迎撃。簡単だったね。しかし、これほどまでに影響があるとは思わなかった。ええ、頭が割れるように痛い。ミュージックスタート。行け。迎撃。行くよ。あなたのことを応援するね。まだ弾は残っている。もっと上げていこう。くそ、くそ、やっ、迎撃、やっ、やっ、こんなもの。はっ、迎撃、エネルギー、十分完了。行くよ、やっ、見なさい。くそ、やっ、勝てた。よくやった。あんたのことだ。平行世界の観測もしているんだろ。ああ、我々ももちろんしている。ざっと1024通りの世界を観測した。210人の少年と7人の女が死んでいるが、我々を率いるあの方は一人も死んでいない。残念ながらあんたたちの抵抗が無駄であることはほぼ実証されている。諦めるな。手を抜くな。お前はまだまだ自分の力を引き出せるはずだ。違うか？いいじゃない、そこまで本気にならなくったって。魂も強いし、波動性物質の影響もある。放っておいてもそのうち進めなくなるはずよ。いいや、手加減はなしだ。全力で叩き潰せ。それとも怖いのか？何言ってるの？怖いわ。怖いに決まってるじゃないの。ねえ、拓也、気づいたことがあるの。なんだ？この光景、なんだか見たことがある気がするのよ。この光景を見たことがある。ただのデジャブじゃないのか？楽勝だな。もっと鮮明よ。それにこの先に起こることもなんとなく見える。やっ、攻撃、それやっ、見なさい。楽勝だな。まるでもう一つの記憶みたいな感じがするの。もう一つの記憶。行け。攻撃。やっ、やっ、勝てた。よくやった。例えば、これまでにも似たようなことがあったわ。強力な敵が現れる前はいつも嫌な予感がした。それって平行世界の私の記憶が流れ込んできてたんじゃないかしら。
その記憶によると、ここから先、一体何が起こるんだ？ここを越えたとき、とてつもなく強い敵に。私たちは、殺される。諦めるつもりはないのね。あんたは、ふざけんな。邪魔するなと言っただろ。ねえ、どうして？平行世界からの記憶の流入が、あなたたちには見えているはずでしょ？あなたたちは、私に殺されるのよ。それを知ってて、どうして前に進もうとするのよ。これはただの記憶の流入よ。私たちとは違う別の平行世界のね。私たちまでこうなると決まってるわけじゃないわ。説得しても無駄みたいね。仕方ない、本気を出させてもらうわ。敵は強いわ。計画的に戦わないと殺されるわよ。ああ、慎重に行こう。やっ、迎撃行くよ。やっ、楽勝だな。全ての力を戦いに注ぐわ。絶対に勝たなくちゃ。でも、はっ、迎撃、やっ、やっ、見なさい、勝った。ねえ、タクヤ、この状況で戦いに全ての力を注ぐと、私どうなってしまうか正直自信がない。今でさえギリギリなの。自分の記憶を保っていられるか、それすらもわからない。安心しろ。たとえユキに何があったとしても、ロストに連れて行く。絶対にな。ありがとう。あの女よ。あ、さらに力を引き出したようだな。戦いましょう。絶対に勝ってみせる。引き返すのよ。やっ、発射、行くよ。あなたの夢に力を。まだ弾は残っている。消え去りなさい。やっ、発射、見なさい。やっ、攻撃、えっ、この思い届けたいです。パーフェクトスマイル、行け。発射、エネルギー充電完了。行くよ。簡単だったね。よくやった。なんで、なんでこんなことになるの。いや、これ以上は、いや、これ以上力を引き出すのは嫌。あの子みたい。
なりたくない。いや、いやよ、いや、敵の侵入があった。なんとか追い返したが、場所は割れてしまったようだ。ここももう長くないかもしれないな。諦めちゃダメだ。なんとかしよう。焼け石に水かもしれないけど、ダミーのデータで情報をかく乱しておく。少しだけなら時間を稼げるかもしれない。ありがとう。今まで使ってた通信回線もできるだけ使わない方がいい。僕が新たな回線を開く。それまではできるだけ通信を控えてくれ。頼もしいな。頭が痛い。波動性物質の影響だな。戦いに力を使いすぎちまったか。まだ記憶は無事か。ええ、多分。でもどこまで持つか。実は俺もなんだ。頭が異様に痛い。ロストが近くなって可動性物質の影響が大きくなっているのね。やっ、迎撃。えっ、やっ、簡単だったね。気をしっかり持たないとか。ここまで来て目的を忘れるわけにはいかない。ええ、お父さんのところにたどり着かなくちゃ。行け。攻撃。えっ、や、見なさい。やっ、迎撃。楽勝だな。頭が。しっかりしろ。前に進むことだけは忘れるな。死ぬぞ。や、発射。あなたのことを応援するね。まだ弾は残っている。勝てた。先を急ごう。おかしい。奴らの精神の崩壊。計算よりも遅いな。ロストの影響を受けていないということですか？いいや、影響は確実に起きている。が、遅いのだ。そうか、あの二人、意志を多重に宿しているというわけか。拓也、苦しんでるよね。波動性物質に対策できればよかったのに。いや、君たちは一つ大きな勘違いをしている。波動性物質なんてものは存在しないんだよ。え？便宜的にそう呼ばれているが、物質ではないんだ。どういうこと？ロストに近づくと起こる精神障害や記憶障害、
平行世界からの記憶の流入によるもの。記憶が失われる危険性があることは確かだ。もし耐え切ることができたなら、平行世界の意志は二人に宿るだろう。そして意志は何重にも強化される。そんな危険すぎるよ。それしか方法はなかった。だが私は信じているんだ。奇跡は起きる。そして最後に勝つのは意志の力だ。無理だよ。そのうち私、なんでここに来たのかも忘れちゃうかもしれないんだよ。どうやって前に進めばいいの？発射。え？やっ、なさい。簡単だったね。大丈夫さ。たとえここに来る前のことを全部すっかり忘れちまったとしても、俺たちは絶対に勝てる。はっ、攻撃。えっ、やっ、楽勝だな。頭はめちゃめちゃ痛いし、口の中はカラカラに乾いてきやがる。間違いなく最悪の状態だ。なんでだろうな。絶対に勝つっていうこの気持ちだけは消えそうにないんだ。拓也、行け。迎撃。えっ、やっ、こんなもの。簡単だったね。先を急ごう。いいの？それって人格操作じゃないの？僕も混乱してる。たくさんの平行世界から意志が流れ込んだとしても、それは全部拓也たち自身の意志だ。ってことは、前に進もうとしてるのは他でもない拓也ってことになるよ。それはそうだけど、何にせよ僕らは拓也のために尽くそう。仕方ないよ。それしかできることはない。僕もできる限りの努力をしてみる。拓也が無事ならそれでいいじゃないか。平行世界の我々が奴らを倒す。すると、その意志は、この世界の二人に流れ込む。研究者たちの仕掛けだ。最後の抵抗のようです。なるほど。別の世界の我々が、奴らを倒せば倒すほど、二人の意志は強化され、そして、最後に勝つのは意志。面白い。ならば我々も力を尽くすまでだ。あいつはまだ生きているな。気づいてるか？ええ、あの女が来るわ。大丈夫さ。一度倒した相手だ。力を尽くせば。勝てるはずよ。ねえ、拓也。ああ。不安になるの。私たち何のために進んでいるのかを。
お父さんに会うっていう目的のことをずっと忘れずにいられるかしら。行け。発射。それ、よ、見なさい。勝てた。そうだな。きっと大丈夫さ。たとえ記憶を失っても、過去の俺たちを信じていれば前に進めるはずだ。そう信じよう。行け。発射。それ。よ。勝った。そうよね。私たちは走ってる。立ち止まって考える余裕なんかない。だったら最後まで走り続けるしかないわね。ああ、あの女が来る。この人、こんな風に戦うことを望んでいたのかしら。走り続けるためにも戦いましょう。あ、行くぞ。引き返すのよ。行け。発射。や、あなたの夢に。やだろ、こんなもの。消え去りなさい。行け。まだ弾は残っている。発射。え、や、こんなもの。行け。攻撃。それ、この思い届けたいです。こんなもの。よっ。迎撃。エネルギー十分反応。行くよ。綺麗に咲きますように。よっ。てめえ、勝った。あなたのおかげね。頼む。俺たちは行かなきゃならないんだ。道を開けてくれ。はあ。あんたをこれ以上傷つけたくない。頼む。残念だったな。この女にはまだまだ力を注ぎ込む。人格を失っても、お前たちを阻止し続けるだろう。諦めるのは。お前たちの方だ。まだ敵が嫌がったか。あいつがユキの弟や、あの女を。くそ。平行世界？記憶の流入？よくわからないな。あんたとは一晩飲んでも話が合いそうにない。分かってもらおうとは思わない。だが、我々は協力し合えるはずだ。まあな。意見を対立させても仕方ない。お互いに二人を全力でサポートしよう。拓也は乗客だからな。失うわけにはいかない。しかし、でも、効果の存在。やっ。攻撃。やっ。見なさい。くそ。はっ。攻撃。勝った。そうか。やっ。攻撃。やっ。やっ。見なさい。やっ。発射。勝った。なあユキ、ロストの力によっていくら記憶をかき乱されようと
もしも1秒ごとに記憶が失われていったとしても、私たちの意志だけは手放さないようにしましょう。ああ、そうすりゃ走り続けられる。やっ、発射。それ勝った。あなたのおかげね。今ギークが懸命に通信回線を開いてる。新たな回線が開けばこちらからも情報を送れる。そうすれば安全に情報を伝えることができるわけか。ああ、君がそんなに必死になるとはな。ビジネス、金のために本気になってるだけだ。もう止めるべきです。次に力を注げば、おそらく彼女の命は。誰が指示を仰げと言った？命令は変えていない。続けろ。しかし。続けろと言っているだろう。不思議ね。はじめは、あなたとここまで来れるなんて、はっきり言って、思ってもいなかったわ。でも、私たちはここにいる。こうして走ってる。ああ、俺も正直ユキにここまで付き合うとは思ってもいなかったさ。あれよあれよという間に巻き込まれちまったが、わからないもんだな。今はね、絶対に目的を達成しなきゃって思ってる。お父さんのところにたどり着かなくちゃ。今までの努力や、それに弟の犠牲を無駄にするわけにはいかないわ。あ、立ち止まったら後悔する。それだけは間違いない。来る。あの女だな。前よりずっと強くなってる。負けるわけにはいかない。慎重に行こう。いや、これ以上は、いや。はっ！ゲーム行くよ。よっ、なさい。ちっ、やっ、発射。よっ、よっ、こんなもの。くそ、やっ、勝った。女の気配が消えていない。もしかして。ええ、さらに力が注ぎ込まれてる。気をつけて、進化するわ。ひどい。なんて姿なの。もはや、人の形をとどめてない。恐れるな、ユキ。全力を尽くせ。そうすれば、絶対に勝てる。来るぞ。はっ、ゲーム、それ、綺麗に咲きますように。まだ弾は残っている。やっ、次、行け。攻撃。やっ、やっ、なさい。行け。ゲーム、やっ、この思い、届けたいです。こんなもの、パーフェクトスマイル。はっ、ゲージ、エネルギー、ゲージ反応。え、あの花火のように。やっ、え、はっ、まだ弾は残っている。勝った。さあ、先を急ぎましょう。
さすがだな。お前は見上げた根性だ。ここまで手こずるとは思っていなかったよ。仕方あるまい。俺が直々に手を下すしかないようだな。